タイペース、まあ、いわゆるその世間一般的に言われるシャロータイプ、シャローモデルですね。で、まあ、僕はまあシャローって言わなかったのは、浅いところだけで使うのではなくって、深いところでもこれをゆっくり見せて使えるんで、ゆっくりゆっくりこれを見せつけて食わせるってところで、タイペース、ショーを見せつけるとか、スローっていう意味で、動きがスローっていう意味でタイプ S と名付けてます。でノーマルモデルよりも、これは1メーター6秒かかってゆっくりゆっくり沈みますんで、まあ、当然まあ浅いところもそうなんですけども、少し水深のあるところでもじっくりじっくりじっくり見せて食わせたい時なんかはこれを使ってきますね。その産卵期の本当にナーバスなその親イカに対してもそうですし、まあ夜早い動きに反応してくれる時はいいんですけども、息がやっぱスローにスローに持っていかないと食わない時があるんですけども、そういう時にこのスローシンキングタイプ、タイプ S っていうタイプはすごく活躍します。エメラルドスピークでは、まあ特徴がまあいろいろあって、今までもそうなんですけども、キャストノーマルのタイプもそうなんですけども、キャストした時に飛行姿勢がすごくいいんで、円筒スーッと伸びていって、普通に重心のも何もないのにそれがあるかのごとく遠くに飛んでいくんですね。で前にこのシンカー独特なんですけども、シンカーにこう抵抗をこう少し鋭く鋭く抜いてあげると、ダートっていうのは力が緩い力をしてシャクった時に鋭くダートするんですけども、こういうちょっと抵抗を作ってくると、グッと踏ん張りながらちょっと力を入れると、水をこう逃がしながら横にこうダートするような形でダートしてくるんで、まあ鋭い横の動きのダート、割と浅いところでなんかで使用しても、エギがこう顔を出して浮いてくることなく、綺麗に横にダートしながらしゃくってこれるんで、初心者の方にもすごく使いやすいエギになってます。で当然ここに抵抗があるっていうことは、潮噛みがいいんで流していったり、潮の動きを把握しやすい、潮の動きが把握しやすいし、きっちり抵抗がある分当たりが取りやすいですね。で当たりが取りやすいってことは、もうこれまたエギングって魚のように食って反転してくれないんで、その場でポーンと押しながら食ってくること、ラインを緩めて食ってくることが多いんで、こうしっかりと抵抗を感じて、あの水をかいているエギに対してイカが当たってくると、すごく当たりが分かりやすいです。そういう面でも非常に使いやすい。あとはやっぱりこうダート系のエギには持ってない、少し水をかきながらこうダートしてくる、この動きが、本当に擦れたイカにも効果的なんで、ぜひ使っていただきたい。ラトルとね、ノンラトル、RV と RV で、ね、このシンカーの形もちょっと違ってきます。きっちりとラトルのある分バランスを取りながら横にダートするように作ってます。あとラインナップ、カラーですよね、が各 RV、 ラトルとノンラトルで10色ずつあります。ちょっとこだわってすごい面白いカラーとかもね、いっぱい作ってある。シルバーシルバーで完全になかなか今までなかったんですけど、こういうカラーが作りたいっていうね。でケイモラのピンクのこのいい発色してるのもありますし、指柄がなかなかタイヤこだわってるのもありますし、もうカラーでもやっぱ楽しんでもらおうと思ってさまざまなカラーを作ってますし、あとまあ今までのやっぱこだわりで、あの下地がこれでこういう色をしてるやつはよくやっぱり擦れたよなっていうカラーを自分の中で経験上ずっとこうラインナップしてきてるんで、ぜひこのカラーも皆さん信じてもキャストし続けてもらえると、ドーンといいサイズが出てくるかもしれません。